ね追加日程だったんだけど、マジで来てくれた人々ありがとう。まだ帰り道やめて、昨日の配信を狂気の配信っていうのやめてもらっていい？ちゃんとあの生クリーム食べきったからね、みんな聞いて、ちゃんと24時間以内には食べきった。すごくない？予定があって行けずにすいません。じゃあ明日申し込みましょう。明日からですよ、告白シンボックス。あれ食べきったの。なんかポケモンパン2個買ってて、昨日配信中に1個食べたんだけど、今日朝からもう1個の方食べました。クリームつけてなんか何かどこかで切り抜き上がるかなと思ったら、どこにも切り抜きが上がってなくて、意外にバレてないんですけど、昨日結構くるっと配信をしてまして、あ、ポケモンシールあれクワッスだった、クワッスだったよ。いや美味しかった。たまにはいいですね。あ、今日もあのショールーム一瞬なんで、すぐ TikTok ライブ行くんでお願いします。家族、あ、どうかな、見てないんじゃない、何も言われてないから見てない気がする。昨日に限ってガラクしてなかった。切り抜き頼りだよ、切り抜きありがとうって感じだから、切り抜いてぜひ。あ、糖分補給大事なんでね。まあみんなもお腹空いたらやってみな、美味しいから。いやでも24時間以内にあれ一袋食べれちゃうんだなって、人間ってちょっと恐ろしいなと思いましたね。やってみます。いったな、絶対やってよ。甘いの好きな人はでも余裕だと思う、普通に美味しいって言って。なんか今日楽屋で食べてたんだけど、それ生クリームね、なんかパンにつけて食べてたんだけど、途中でどうしてもこのあーってやりたい衝動に駆られちゃって、でもそれはさすがにできないと思って。なんか楽屋が2個あって、なんか結構先輩が集まってる方と、なんか後輩がいっぱいいるゾーンになって、私結構後輩ゾーンにずっといるんよ。でなんか結構ね、もう私より上の先輩はあんまりいないの、数人、ほんと数人しかいない。でなんかまあ後輩だらけの中でそんなうわーってやってたら結構やばいじゃん、やばいやつおるって思われるやんやばい先輩おるって怖いじゃん。それは抑えましたよ、偉いでしょ。あれ一人だから許されるみたいなとこある。え、そう今日さ、さつきちとミヤビームがさ隣のレーンだったの、挟まれてたの、サンドイッチされちゃってて、なんか決勝番ちゃんのコスプレしててさ、働く細胞のめっちゃ可愛くて、なんかさつきち途中でお水をチューチュー吸ってたわけよやばいと思って、チューチュー吸ってると思って、隣のミヤビーム見たらなんか台の上乗ってるみたいな。ほんとなんかやばかった。じゃあ私もそろそろ細胞になりそうと思った。なんだっけ、マクロファージさんみたいな、めっちゃ強い人いるじゃん、そろそろあれになりそうだったじゃあミヨちゃんは台に乗ったらもう巨大も巨大。いやー、あのメールには写真送ったんですけど、ちょっとあれはずるいわ、最高。マクロファージさんで合ってるよね、マクロファージさんっていうめっちゃ強い女キャラがいて、それっぽいって言われました、ファンの人に。
マクロファージさん最強なんで。いや面白すぎでしょ。それこそ二次元同好会でやったら面白そうじゃない。働く細胞のコスプレ。そうで絶対意図的に私のこと間に挟んだやん、あれは。ごめんみたいな。決勝番ちゃん、決勝番ちゃんで並ばせてあげたいじゃん。間にマクロファージさん挟んだの絶対企んでるよね、大人の人。たまたまかもしれないけど、結構なんかやばかったよね。結構不思議な。でなんか私の格好もそんな、なんかなんていうの、まあ可愛い格好はしてたんですけど、割と大人っぽい格好してたんで、2日間ともなんか不思議な空間。これが同じアイドルグループだって考えたらめっちゃおもろいなって。あ、札ビームって呼ばれてんだ。へえ。ウケるんだけど挟まれちゃった。キャー。でもあの2人って今何歳ですか？13歳とか14とかその辺だよね。何歳だろう、分かんないけど、自分もあれぐらいの年齢に入ってるんですよ。ちなみに知ってました皆さん、私13歳で入ってるんですよね、中2。え、そう、私中学2年生だったんですよ最初入った時。知ってますか、13歳で入りましたからね。ですぐ14歳の生誕祭があったんですよ。でも私はでかかったんですよ。160もうすでにありましたから、決勝番ちゃんにはなれなかったんですよ。悔しい。いいなって。やばくない？私もあの時代あったんだよ、みんな。え、なんかあんな、なんかもうキュルキュルはしてなかった。キュルキュルしてなかったんだよね。大人っぽかったんだよね、妙に。今見ると子供だけど、その時は結構大人っぽいって言われてた。そうなんですよね。悔しい。なんかもうちょっとなんか子供の時に子供ですってやってけばよかった。キラン子供ですってやってけばよかった。悔しい。もう取り戻せない。過去は変えられない。まあそうだね、もっと子供がいたのもあるね。クラチーとかユズポとか子供すぎたな。まあもういいんです、やっと年齢に顔が追いついてきた、ね、顔に年齢が追いついてきたんですよ。そうだから今がいい感じってこと。そういうことだよね。ありがとうみんな、私に出会ってくれて本当にありがとうね。ありがとうありがとう。そう、一応8期の中では年少組なんですよ、私って。ゆずあみの次私ですからね。おかしな話ですよ。怖いよね。くそー、来世は決勝番ちゃんということで、 TikTok ライブに行きたいと思います。 TikTok ライブ行くんでみんなお待ちしてます。よろしく。 TikTok ライブ行きます。フォロー待ってます。バイバイ。ありがとうねー。